皆さんこんにちは。こんにちは。ねえあかねちゃん、以前スプロケットのゲームでお家みたいな戦車作ったよね。あったな、ゆかりが精神崩壊してたやつや。実はその時のコメントでよく似た車両があるって教えてもらってね。ほんまか。戦車ではないんだけど、改造して作った移動式原子力発電所というのがソ連で製造されていたことがあるらしいよ。またやばいパワーワードが出てきとるで。では今回は今から半世紀以上前にソ連でワンユニットだけ生産された幻の移動式原子力発電所について調べたことを一緒に見ていきましょう。まずどのような外観だったのか最初に写真を紹介します。こちらです。ほんまや、前に作ったお家のような車両や。履帯も普通についとるで。もちろん武装はされていないのですが、軍事施設などで使用を想定されていた TES-3 という移動式原子力発電所でした。紹介を始める前に、今回の動画はこのような構成でお送りします。最初に、TES-3 はなぜ開発されたのか、その理由。次に、TES-3 を開発したのは誰なのか。そして原子炉のスペックと、その後どのように使われたのかです。現在を見ても、異例の移動式原子力発電所というイキリ車両は、なぜ開発されたのか。あかねちゃんは理由がわかるかな？ロシアというか、ソ連は国土が広いし、送電網を軸コストとか、管理とかの問題があったんちゃうん。送電という理由以外にも、当時緯度が高い地域や極東地域では、電力の生産に関して問題があったそうです。装置が開発された時、ソ連におけるこの地域の軍事施設では、通常のディーゼル発電機が用いられていました。問題となるのは、燃料の輸送コスト。この輸送コストが、燃料そのものの費用の、軽く10倍以上かかるという問題があったそうです。冬場は雪と氷で覆われるような地域やからな。そこで、移動式の原子力発電所を展開することで、軍事施設の電力供給を確保する以外も、民間施設に対しても電力供給ができるのではないかと考えていたそうです。ゆるふわ軍事チャンネル。資料によると TES-3 が発案されたのは1950年代後半でした。今から50年以上前やな。この時点で移動式原子力発電所としては世界初の開発計画になっていたそうです。さすがに車両に搭載するとなると普通の国やと規制やら引っかかるからな。異色な車両が一体どのような経緯で開発が進められたのかについてはよく分かっていないのですが、 TES-3 の開発そのものは国から直接命令されたものではなかったそうです。となると誰や、誰が勝手に進めたんや。予算が当てられている以上は半ば国が進めたことになるのですが、記録によるとソ連の原子力エネルギー開発に携わっていたエフィム・スラーフスキーという当時の機械建築産業大臣が主導していました。機械建築産業？この組織については、ソ連の原子力産業以外も、ミサイルなども管轄していたという組織で、当時、最新技術だった原子力技術を扱っていたためか、秘匿名称を使用していた省とも言われているそうです。そんなヤバそうな省と大臣が主導していたと。スラーフスキーは、ソ連の原子爆弾開発にも深く関わっていた人物の一人でした。原子力分野ではかなりの影響力があった人物の一人ってことやな。エフィム・スラーフスキーは、そのようなヤバい組織で、1955年から1957年までは副大臣。1957年7月から1986年11月まで、大臣を務めていました。ということは大臣に就任してから、間もなく開発計画が進められたって感じか。TES-3 については、1957年時点で、すでに大半の図面が完成しており、年末にはプロジェクトの準備が整っていました。一方で、原子炉と発電設備を実際に製造するには、2年余りの歳月が必要と見積もられました。当時車両で運べるほどコンパクトな原子炉が作れたん？その技術力はあったみたいね。次に、TES-3 はどのようなものだったのか紹介していきます。あかねちゃんが疑問に思うように、原子炉を含め、発電装置が大型で重量もあったことから、既存の車両に搭載し、自走することは難しかったようです。となるとどうしたん？そこで、ソ連の重戦車 T10 をベースに車体を開発することが決定されました。結果的に、T10 の車体を延長することで、移動式原子炉を搭載できる車体を開発することに成功したそうです。TES-3 がこの車体に乗せられたのは、1960年とされています。まるでゲームの世界やん。こんなこともできるんやな。
それでも TES3 を一つの車両に搭載することはできませんでした。そこで、発電に関わる装置などを4つに分割。それぞれを車両に乗せ、現地で接続することで、原子力発電所として機能するようにしました。分割。ちなみに車両の輸送については、鉄道により、最寄りの地点まで運んだ後、目的地まで自走して到着するという方法になっていました。さすがに工場から自走して現場に向かうってのは厳しいか。気になる原子炉のスペックについて紹介していくと、まず、TES3 の発電能力としては、1.5MW の容量のある蒸気タービンが搭載されていました。1.5MW? 比較すると、チェルノブイリ原子力発電所の原子炉は、1基あたり 1000MW あったとされるので、目安としては、約666分の1程度の出力ということになるね。なるほど。ということはやっぱり、軍事基地とかその周囲の町用って感じやな。4つの車両からなる TES3 は、原子炉を搭載した車両、蒸気発生機を搭載した車両、蒸気タービンを搭載した車両、そして TES3 の制御や指揮を行う車両で構成されていました。ちなみに制御車両には原子炉用の非常用ディーゼル発電機も搭載されていたそうです。また輸送時は原子炉内部に水は入っておらず、現地で注入する方法が採用されていました。水だけでも相当な重さになるからな。搭載された原子炉本体のサイズは、直径が66センチ、高さは60センチでした。あれ、想像していたよりめちゃコンパクトやん。内部には74本の燃料集合体、つまり核分裂を発生させ、熱を生じる核燃料が入っていました。これにより、通常の原子炉のように水を沸騰させ、接続した別の車両にある蒸気タービンを回し、発電するという方法が取られました。これどう接続しとったのか気になるな。原子炉で発生する蒸気については130気圧で、温度は300度でした。次に TES3 が開発された後、どのような運命をたどったのか紹介していきます。これ製造されたってことは試験もされたんやろ ?TES3 は設計が終わった翌年の1960年には初歩的な初試験を実施。さらにその翌年の1961年には本格的な試験運転を行っていました。ほんまか。その後も TES3 の試験は続けられ、1965年に原子炉のサーマルアセンブリという装置の交換が必要になった時まで試験が続いたそうです。しれっと4年間もテストしとったんか。で、これどうなったん？残念ながら詳細は不明です。わかっていることとしては、1965年以降は1969年まで原子炉が稼働していたということです。そうなん。導入に関する動きがあったのは1967年。ただ、ソ連の軍事部門は、基地で TES3 を運用することは不採用の判断を示しています。不採用になっとるやん。こちらに関しても詳細は不明なのですが、TES3 の運用方法や発電方法そのものが否定されたとも言われています。となると、残されたのは民間分野や。民間分野での運用に関しては期待されていたものの、誰も興味を持たなかったため導入されなかったそうです。ということは、ガチで大臣が作りたかっただけの原子炉ってことなんか。絶対絶命の TES3 じゃ。いやもうやめた方がええで。ぶっちゃけ色々危なすぎやろ。軍、そして民間からも否定された TES3 は、その後、原子炉で生じる熱を利用する案が出ました。電気がダメなら熱しかないってことか。原子炉から出る膨大な熱を利用し、温水を作ることで、国内の油田開発に使えるのではないかという案が出ていたそうです。それでどうなったんこれ。もちろん不採用になりました。ダメダメやん。そんなことで、1969年を最後に TES3 は姿を消したそうです。ゆるふわ軍事チャンネル。それにしても、今回も随分変わった装置やったな。冒頭紹介したようにこの装置は、ソ連の北極圏や極東といった地域に滞在する、基地や住民らに対して安価な電気を供給するという目的で開発されました。もうちょっと詳しく紹介すると、このような地域におけるソ連の軍事基地や村では、当時、年間数百万トンほどの化石燃料を消費していたらしく、TES3 を導入することで、ある程度消費を抑えようとしていたと考えられます。でも現場では不要やったと。ただ、TES3 については1969年に開発が中止となったものの、1970年代に入ると、パミールという、次世代モデルとなるトラック移動式原子力発電所が開発されています。新しいの作っとるやん。
これについては今後機会があれば紹介していこうと思います。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。